ジャン君おはよう。おはよう。ジャン君、ジャン君。あれで。朝方泣いていたジャン君です。ジャン君。ずっとなでなでしてないと泣いていたジャン君です。どうした？雨が降るよって泣いてたの。どうなの？今日は。今日はやたら。雨でーす。甘えて泣いております。雨降ると甘えたくなっちゃうの？ジャン君の柄を最近はシャムトラって言うんですって。ネットで調べたらいっぱいいた。ただしですね、この先っちょが白いの、これはちょっと珍しいっぽいですね。写真をたくさん見たんですけれども、基本的にこの耳とか顔の前とか、手足の先、尻尾ですねが、黒いのが、ポインターだったかな、ポイントって言って、シャムの系列の、特徴なんですけれども、ここね、それはあります。ちょっともうジャン君は年齢が結構いってるので色が黒くなってきてますけどね、この辺とかね、これもなんかこのシャムトラとかの特徴らしいです。年齢によって色が濃くなるのもね。でもこの手の先、足の先、この白いの、これジャン君だけかもしれません。この手の先と足の先が白いのはスノーシューといってですね、雪がついてるみたいっていうことなのかな、雪グッズですよねっていうことらしいです。なのでジャン君は最近流行りのキジトラじゃなくて、なんだっけ、シャムトラのポイン、もう一回、シャムトラのスノーシューという毛の種類になるそうです。正式名じゃないさそうですよ。俗に言うとっていうタイプになると思うんですが、これがシャムトラのスノーシューのジャン君でした。